で何かと言いますと、まあ、中央にいらっしゃいます赤鬼先生、堤真一さんがですね、今、はい、軟式のボールを、はい、お持ちいただいています。こちらをですね、これから投げるんですけれども、取った方になんとこのボールじゃないですよ、あの公式の皆さんのサインが入ったボールと交換でプレゼントしたいと思います。プレイボール。取れたかな、誰だ誰だ、うん、いっちゃったあ、みんなでさあ、どこだ取った人、はい、おめでとうございます。あら、かわいいのでこれ、じゃあちょっとこっちに降りてきてもらっていいですか。そのボールを持って皆さん拍手でお迎えください。あ、ボールです、はい、はい、ということで、では堤真一さんからボールを受け渡してください。おめでとうございます。堤さん一言ぜひ。リュウセ君のファン、握手してもらえ。はい、おめでとうございました。会場にいらっしゃる方も2度目の方もいらっしゃってるんです、ね、ありがとうございます。さあ、それではこれからもっと多くの方にこの映画が届くように、最後に皆さんから一言ずつご挨拶をいただければと思います。まずは金重敦監督、お願いいたします。本日はご来場いただきまして本当にありがとうございました。僕の先生と言えるあの先輩監督から、教えていただいたことは、目に見えるものだけが全てじゃないので、目に見えないものを映像にするんだと教えていただいて、それをいつも思いながら撮っています。今回は前半は、劣等感とかライバル心とかそういうものを、軸に、描いたつもりで、それが中盤後半になると、夢だったり、思い、それぞれの思いだったり最終的に愛になっていく、そういう目に見えない空気感みたいなものを皆さんが感じてお帰りいただけたら幸せです。どうも本当に今日はご来場いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。続きまして武藤潤さん、お願いします。はい、僕は、高校生で、同じ世代の子に見てもらって、で今頑張っている、まあ、部活など本当にそれに対しての思いや気持ちなど、これからもずっと大切にしてほしいなと思います。僕もこれからも大切にしていきます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。続きまして堀家和樹さん、お願いします。はい、本日はご来場いただきありがとうございました。僕自身その結構この仕事をやってる理由としては、もう見てくれた人がなんか少しでも明るい気持ちになったりとか、なんか幸せな気持ちになってくれたらいいなって思ってやっているので、その中でこんな作品にちょっと背中を押してくれるような温かい作品に出れて本当に光栄に思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。では流星亮さん、お願いします。はい、本当に今日はありがとうございました。撮影日数は僕自身すごい少なかったんですけれど、本当にこの作品 のクルーになれて本当に心の底から嬉しかったっていうのが、本当にこの作品が出来上がって見た時の最初 の気持ちだったので、またこの作品をぜひとも大切なその青春時代に一緒になった家族だったり友達だったりまた先生だったりと、ぜひもう一度見に足を運んでいただけたら嬉しいなと思います。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。では川江里奈さん、お願いします。はい、今日はありがとうございました。私自身この映画を見て先生と生徒の絆はもちろんなんですけど、家族だったり友達にいかにいつも救われているのかっていうのをすごく実感しました。この映画を見て皆さんの生きる活力になったらいいなと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。では柳楽優弥さん、お願いします。はい、本日は本当にありがとうございました。本当にこういう人間をしっかり深く描くような作品に参加させていただいて本当に嬉しかったです。今日でこの作品ちょっと最後なので、堤さんハグしてもらっていいですか。
ありがとうございました。なんでやねん。本当ちょっと関係は待ってきた。ありがとうございました。本当にありがとうございました。すみません。ありがとうございました。ではハグをした堤真一さん、最後にお願いします。はい、今日はありがとうございます。そうですね、あの僕らの役者の仕事、これ1年ぐらい前に撮影してたんですけど、もう次々と新しい別の仕事、違う現場に行って、ちょっと忘れがちな部分があったりするんですけど、また改めてこれ見て、その、去年の暑い夏を思い出し、若い人たちとこう交えてあのお仕事できたこと、僕にとってもすごくいい経験で、あの成長することができたと思います。それでこれはですね、なかなかこういう作品って、あの何でしょう、お客さんあんまり入らないんで、あの何て言うんですかね、あの事件があるわけでもなし、本当人間を淡々と描いている作品ですので、あの今日見て良かったと思う方はお友達や何かに紹介していただいて、少しでも多くの方に見ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。一